やってきたのは宮崎市天満にあるメローデイズ。今年3月に青島から移転リニューアルしたイタリアンの人気店です。今日こちらのお店で、はい、家庭的なイタリア料理が楽しめると聞いてきたんですが、はいはい、どんなお店になってますか？はい、うちのお店は、イタリアで修行経験のある妻がシェフをしておりまして、私はソムリエ兼サービスとしてお店に立っております。で、ランチタイムはパスタを中心に1980円のランチセットというのがございまして、プラス660円でデザートからコーヒーまでつけれる、コース仕立てのセットもご用意しております。さらにランチタイムからお酒も出しておりますので、昼飲みの方も大歓迎で、やっております。なるほど、はい、お昼から飲めちゃうお店なんですね。はい、お待たせいたしました。こちらが、ランチの前菜の盛り合わせと、こちらが宮崎のブランドポークの、マルミトンを使ったラグーソース、パスタが自家製のタリアテレでございます。はい、はい、これってどのぐらいのお野菜が入ってるんですか？お野菜はだいたい常に10種類以上は宮崎の野菜を使ってます。こちらキッシュですか？これは、はい、イタリア風の卵焼きみたいなもので、フリッタータというお料理ですね。スープは、青パパイヤと新玉ねぎを使ったスープですね。食べたことないかもです。はい、青パパイヤが美肌効果があって、日焼けしたお肌とかにもすごくいい、そういう女性大喜びですね。そうですね。じゃあちょっと、はい、早速いただきます。はい、どうぞ。はい、いただきます。うん、こちらドレッシングさっぱりしてて美味しいですね。はい、日南産のフレッシュのレモンを使った自家製のドレッシングです。だからさっぱりしてるんですね。はい、こちら卵焼きでしたよね。そうですね、はい、うん、イタリア風卵焼きです。中には黄色ズッキーニと、新玉ねぎが入ってます。いただきます。うん、ズッキーニ合うんですね。おいしい。じゃあスープもいただきます。パパイヤってこんな味なんですか？青パパイヤなので黄色パパイヤとはちょっと違って甘みもあんまりないんですけれども、うん、なるほど。で、昆布だしと塩だけで味付けをしているので、本当にお野菜を食べてる感じのスープですね。うん、なんかすごいパパイヤを食べ慣れてるわけではないんですけど、はい、これがパパイヤかって分かるスープになってますね。美味しいです。こちらちょっと改めてお名前聞いていいですか？はい、マルミトンのラグーソース、自家製のタリアテッレ。そこなんですよ、タララッタ。はい、何なんですか？タリアテッレは中太の平打ち麺をタリアテッレと言います。はい、いただきます。お肉の旨味とオリーブの相性がとってもいいですし。そうですね、ラグーソースって何なんですか？はい、ラグーソースは煮込みのソースというような意味合いがあって、こちらは、白ワインをベースに煮込んでいるので、ビアンコラグーというソースになります。はい、で仕上げに白胡椒をかけておりますので香りもすごくよくて、こちらは赤ワインよりも白ワインにすごく合うと思います。はい、なるほど、白ワインと一緒にいただきましょう。はい、こちらは、はい、前菜の盛り合わせでございます。今日のメニューはちなみにこちらは、はい、こちらは、ローズマリーやタイムを効かしたオイルマリネの牡蠣でございます。はい、こちらはナスを使ったブルスケッタで生ハムのせでございます。はい、いただきます。ナスが甘くて生ハムとの相性がいいですね。そうですね、これは進みますね。はい、このロゼワインはイタリアのトスカーナ州のサンジョベーゼというブドウを使ったロゼワインで、ザクロを思わせるようなさっぱりとした酸味と、さらっとした口当たりが特徴的な味わいのワインです。いただきます。合う。美味しい。ありがとうございます。今日は天満町にリニューアルオープンしたメローデイズご紹介しました。ランチはもちろん、特別な日のディナーや昼飲みしたい方、ぜひおすすめなので行ってみてはいかがでしょうか。せーの、お待ちしております。